トラの父がいる、ユウトラの母がいる、そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。もうすぐクリスマスです。みんな今年のプレゼントは何をもらえるかなとウキウキ考えている。そんなある日の出来事でした。森山さん、まさかそんなものを食べようとしてるんじゃないでしょうね。バカに深刻ですね。何かお悩みですか？いや、間違えないでくださいよ。僕は別に悪気があって言ったわけじゃないんですからね。でも、何を考えてたの？私はマッチュリの少女になったつもりでいたのに。少女？え？でも、ちょっと年を取りすぎてませんかね。あ、失礼ね。みんなで森山隊員一人をいじめちゃ、かわいそうですよ。ありがとう、東さん。あなただけだわ、私の気持ち分かってくれるの。マッチ売りの少女はね、この炎の中に、自分の一番見たかったものを見たのよ。ねえ、どんな夢見たの？それは、なんでもないわ。いや、今まで見たこともないような幸せな顔してたぜ。嘘よ。本当だ。本当だよ。よっぽどいい夢見たんだな。よし、俺も見よう。俺も。待て待て。お前ら日頃ろくなことを考えていないから、お前らだけで夢を見せるのは心配だ。お、俺も一緒に見よう。いいか、一、二、三で済んだ。一、二、三。ほーれ、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 したんですか？いや、そのちょっとな。大丈夫、大丈夫ですか？大丈夫だ。しっかりしてくださいよ。バー！お前がバランス崩すから行くのだ。大丈夫、お腹邪魔した。いやはや、とんだマッチ売りのお兄さんたちでした。ところで、白鳥家では。ザットの人たちって、みんな愉快な人たちなんだね。それで、コウタロウさんはどんな夢見たの？僕はね、
星の彼方から命届け。お母さん。流れ。小太郎さんってお母さんのこといつも思ってるのね。そういうわけじゃないけど、僕にとっては大事な人だからね。さすがだな。じゃあ今度は僕の番だ。わかった。ケイチの夢はウルトラマン太郎だったんでしょ。バレたか。じゃあお姉ちゃんは？太郎さんたらひどい。ちょっと待ってくれよ。僕が一体何をしたってんだよ。あ、それは、とにかくひどいわよ。お姉ちゃん赤くなってる。ケイチは？からかるんじゃないの。もう嫌や、もうやめれ。どこのお家にもクリスマスツリーがあるのね。私にだって去年のクリスマスはツリーだってお父さんだってお母さんだってあったのに。おいしいわよ。はい、ひとみプレゼントだよ。何かしらね。ママとパパからの。開けてごらん。ママ、ありがとう。あんなことさえなければね。えい、こっち来て。綺麗なビー玉だね。まるで魔法使いのビー玉のようだ。そうよ。ミラクル星人のおじさんが私にくれたのよ。違え！嘘つき！ひとみちゃんはそのビー玉を宇宙人にもらったって言うんだ。お日様にかざすと何でも好きなものが見えるんだってさ。でもさ、私たちが見ても何も見えなかったわ。ねえ。そうさ、大地宇宙人がくれたわなんて。お笑いだよ。違うわ、ほんとよ。父さんとお母さんが死んでおばさん家に行ってからひとみちゃんは夢ばかり見てんのよ。夢なんかじゃないわ。ちゃんとおじさんのビー玉に映ってるのよ。まあいいさ、俺たちはあっちでウルトラマン太郎ごっこやろうぜ。ケンちゃん行こう。太郎よりずっとよ宇宙人だっているのよ。ねえ君、ひとみちゃんと言ったね。僕にそのビー玉を覗かせてくれないかな。お兄ちゃんは私の言ったこと信じる？ああ、そういうことがあるかもしれない。しかし、ほら疑ってるじゃない。あ、でも太郎よりいい宇宙人ってどんな人かな。じゃあ見せてあげる。ありがとう。ああ！
そうか。キングトータスとの戦いの時だったのか。お兄ちゃんにも見えたのね。ああ。ミラクル星人が助けてくれなかったら、私もペルも死んでたのよ。ミラクル星人は地球のことを勉強に来てたのよ。星人の国は地球にそっくりなんですって。ただ文化は遅れてるんだって。ミラクル星人が将来自分の星がどうなるか見たかったのよ。それで地球へ来たの。でももう行ってしまったわ。寂しかった私と毎日遊んでくれたの。ひとみちゃん、どうしたの？お？いい。ほーら、おいしょ。ほーら、上投げちゃうぞ。おいしょ。おいさ。ひとみちゃん、おじさんはもう国へ帰らなければいけないんだ。もう二度と会うことのない遠い国へね。いや、おじさん、私はまた一人になってしまうわ。いやいや、そんなことはないさ。ひとみちゃんが一人でも寂しくなくなるまで見ていてあげるよ。だって、おじさんは帰ってしまうんでしょ。このビー玉あげよう。これを覗くとね、ひとみちゃんが見たいものは何でも見えるのさ。もちろんおじさんに会いたいと思えばおじさんにも会えるんだ。本当？うん。じゃあ、お別れだ。元気でね。おじさん。さようなら。さようなら、おじさん、さようなら。星へ帰って行ったの。ところが、エドリスト星人だわ。ひとみちゃん、私見たくない。おじさんが殺されるわ。地球の資料を教える。断る。お前に教えれば地球侵略の資料にするだろう。命が惜しくないのに。美しい地球を守るために断じて教えない。おのれ、よくも。バカめが。見ていろ、地球に我々テロリスト星人の鉱物のガスもあることは分かっているんだ。そうだったのか。ひとみちゃん、おじさんは死んでしまったの。今に地球へテロリスト星人が来るわ。ああ。あたしきっとおじさんの仇を取ってやるわ。ミラクル星人のビー玉に映ったテロリスト星人の予告は現実のものとなってきた。副隊長、東京803地点に宇宙人が近づいています。よし、そうだ。なんということだよ。今夜はクリスマスイブだってのにね。そんなクリスマスプレゼントだ。東に連絡してくれ。近くにいるはずだ。はい、出動。はいはい、急げ。ひとみちゃん、逃げるんだ。いや、
私おじさんの仇を討つの。君一人ではどうにもならない。みんなと一緒に逃げるんだよ。騎士君、ひとみちゃんを頼む。僕は行かなきゃならない。ひとみちゃん、行こう。いや、ひとみちゃん、僕の言うことを聞いてくれよ。ひとみちゃん、成人がこっちへ向かってくるよ。みんな逃げるんだ。行こう行こう。あ、危ない。さあ、ひとみちゃん。あ、待て、行かせてよ。危ない。私はどうしてもあの成人をやっつけるの。そんな、君死んでしまうぞ。命を惜しくないのか。私命なんて欲しくない。パパもママもおじさんも死んでしまったのよ。クリスマスになってもプレゼントくれる人もいないのよ。ひとみちゃん、命なんて、命なんて。あ、ひとみちゃん、バカなことはやめるんだ。たとえ君が死んだって、あの聖人は生きてるんだ。聖人をやっつけるのは僕らに任せてくれ。太郎さんの言う通りだよ。クリスマスプレゼントは僕があげるよ。ね。頼む。僕の言うことを聞いて逃げてくれ。そうしないとザットは攻撃できないんだ。おじさんの仇は必ず僕が取ってやる。うん。よし。ケシ君、頼んだぞ。え？タンクが爆発するとえらいことになるぞ。太郎、ガスタンクに気をつけろ。
メリークリスマス。はい、プレゼント。ありがとう。さあ、ひとみちゃん、開けてごらんなさい。さあ、何が入ってるかな。ケシ君、なんだよ。なんだと思う？いや、知らない、知らない。はい。ああ。ありがとう。ひとみちゃん、おじさんのビー玉がなくなって寂しくないかい？ううん、今度私、信州のおじいちゃん家に行くことになったの。ああ、お父さんのお父さんとお父さんのお母さんが待ってるのよ。そうか。じゃあ、おじいさんとおばあさんだね。うん、そこはね、大きなもみの木の林の中にあるんだって。へえ、素敵ね。よし。あ、雪だ！あ、ひとみちゃん、見てほら。食い逃げに身をやつす怪獣もちろんを追う孝太郎の前に現れたのは懐かしの優子、力自慢の肉体派もちろん対太郎の大合戦。お餅が食べたいなぁとお正月を夢見る箱部園の子供たちにウルトラ親子の素敵なプレゼント。さあ、来週のウルトラマン太郎、みんなで見よう。